どうも、ドズルです。さあ、今日はですね、クラッシュロワイヤルのちょっとマニアックなテクニックを紹介したいと思います。前回のアップデートで、ローリングウッドがね、すべての陸ユニットを後ろに戻すっていう機能がつきました。今までは重量級のね、スパーキーだったり、ロイジャイだったり、あとゴーレムだったりっていうのはノックバックしなかったんですけれども、どんなユニットでも後ろにちょっと戻すっていう機能がついたんですが、それでね、あるテクニックが今ちょっと私たちのクランの中で話題になっていたので、見ていきたいと思います。今ね、スパーキーが出てきたんですけれども、このスパーキー、普通にローリングウッド当たっただけではこの充電状態、リセットされないんですけれども、これね、今分かったでしょうか。ローリングウッドが当たったことによって、今スパーキーがね、充電状態が一旦リセットされるんですよね。でこれよーく見ていただくと、今スローモーションで見ているんですけれども、これローリングウッドが当たるタイミング、ここでスパーキーがね、ある一つのアクションに入っているのがわかると思います。さらにゆっくり見ていきましょう。スパーキーの車輪に注目してみてください。ここ今まだスパーキーの車輪が動いてる、ここでスパーキー止まりましたよね。今ローリングウッドに当たるちょっと前に、スパーキーが一旦止まったのが分かると思います。実はスパーキーですね、攻撃をする前に一旦相手をターゲットした後に止まるんですよね。で止まった後に、撃つんですけれども、このスパーキーが止まったところでローリングウッドを当てることができれば、スパーキーをリセットすることができるという、超マニアックなね、テクニックなんですけれども、これ今私がプレイしているんですが、結構練習してみました。初め10回ぐらい練習して10回とも失敗したんですが、もう何回もしているうちにね、だんだんコツがつかめてきたので、今日はそちらを共有していきたいと思います。だいたいね、判定が有効になるのは 0.5 秒ぐらいです。本当に 0.5 秒ぐらいでそこに当てないといけないんで、かなりシビアな、テクニックにはなってくるんですけれども、今みたいにね、敵がこう、なんて言うんだろう、スパーキー、敵のスパーキーがタワーを狙っているところだったら結構安定してね、練習すればできるようになりました。今ローリングウッド前から4マス目のところで、今ですね、ここ今のタイミングわかるかな。むちゃくちゃこれ繰り返しやってみないとね、わからないと思うんで、もう一回見ていきたいと思います。ローリングウッドを構えているのは端のところから4マス目のところですね。4マス目のところで待ち構えていて、私的にね、掴んだコツとしては、ローリングウッドの後ろのお尻、ここがくぐったところで離すと、結構安定してね、できました。つまり相手のローリングウッドの一番後ろの部分が、今見えている赤い線ですね、ちょっと今見えなくなったけど、ここ赤い線のところで、をちょうどゴールラインを切った感じで、お尻がね、抜けたところでローリングウッドを離してあげると、ちょうどね、スパーキー解除っていうか、そのスパーキーがリセットされるタイミングでローリングウッドを離すことができるかなという感じです。ただかなりハイリスクでローリターンというか、あんまりこのローリングウッド以外のね、例えばザップだったり1コストのスケルトンとかでもまあリセットすることはできるので、結構ね、使える場面っていうのはまあ限られてしまいますし、すごくハイレベルなテクニックではありますけれども、まあ、こういったテクニック、なんて言うんだろう、マニアックなテクニックもね、たまには紹介するのはいいかなと思いまして、今日は動画にしてみました。またね、いろいろこんなすごいテクニックがありますよなんていうのがあれば、コメントとかで教えていただければなと思います。はい、ということで今日はスパーキー VS ローリングウッド、面白いテクニックでしたが、今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。